ありがとう。おかげでこの砦をフェネスから奪うことができたよ。なーに、お安いご用さ。結構は明朝の日の出、そこであんたたちの力を借りることになる。それはビクトラが。お、ビクトラと相談済みか。まだ心配ないな。じゃあ俺たちは一足先にアジトに帰るぜ。僕たちもウェスエッド城へ戻ろう。決戦は明朝か。いや、反乱は中止になった。どうして？ビクトラがグラセアを説得してくれることになった。じゃあ、アタシロを？マシュリーを救出してホルンと同盟を結ぶ。それからウェゼットへ戻ってくると？ああ、もちろん父上を説得しなければならないけど。悪いやり方じゃないね。みんな連戦で疲れてるし。日が暮れてしまった。急いでウェズエット城へ戻ろう。そうだね。上々だよ。モントは間違いなくマシュリー救出のためにイオニス城へ向かう。反乱は禁止だって思い込んでるからね。つまりグラセラたちはリオニス勢の助けなしでレゼット城へ攻め込んでくるわ。それなら楽勝だね。ああ、簡単なことさ。それだけじゃ面白くないでしょ。まだ何か企んでるの？まあね。おーい、どうしたんだ？もしかしてお腹が減って動けないのかい？あら、ごめんなさい。この吹雪でしょ。ちょっとお体が冷えちゃったの。なんだ、それなら俺が温めて。温めるんだ。じゃあごゆっくり。私らはこのままグレンのアジトに向かうからさ。そうそう、どうぞお構いなく。モントによろしく言っておいてね。これはモント様。任務完了だ。砦はフェネスから奪った。おお、では早速クーリオにご報告いたします。いや、兵が疲れてるんだ。しかし今日はもう遅い。明日僕から報告するよ。承知いたしました。では僕たちは部屋で休ませてもらうよ。シュリー殿が囚われてリオニス城へ。それでもっとお前はリオニス城へ向かいたいと申すのだな。はい。よろしいのですか、シュゼルト。
君はマシュリーを救いたくないのか。私は一刻も早くリオニス城へ行きたいと思っています。ですがこれは間違いなくウェズエットに対する裏切り行為。クーリ殿に知れればあなた方の立場が。わしはノントに賛成だ。父上、ウェズエットとホルム、王、軍力、領土、天秤にかけるまでもあるまい。そもそも先に裏切ったのがクーリ殿なのだから、第一部隊執行を差し向けて我らを亡き者にしようとした。その通りですが、ただし一つ気になることがある。グラセラがグレンと結託し反乱を起こそうとしていることをクーリ殿は気づいているのか。わかりません。ですがあのクーリ殿のことですから。クーリ殿が恐れるのは我らがグラセラと結託すること。となれば常に我らの動きを監視していると思って間違いないであろうな。では、すぐに立つべきだ。シュゼルト殿、傷の方はいかがか。ほぼ回復しております。では急ごう。どちらへ行かれるのか。父上、さすがはクーリ殿だな。この城の主に知られてはずいということですか。すでに夜半過ぎ、いとま追いをするには遅いと判断いたしましてな。それで訳も聞かずに突然矢を射ったと。好きに解釈して構わぬぞ。では父上、死にたくなくば抜け。このクーリを裏切った者がどうなるのか身をもって知るがよい。裏切っただと？密かにフェネスと結びリオニスへと牙を向けたのはそなたの方であろう。ではどちらが正しいのか決めることとしよう。さすがは北の狼と呼ばれる大国、簡単には城から出させてくれませんね。傷は大丈夫か。ええ、ですが他国の将との連携はなかなか難しいものがあります。すまない。いえ、そういう意味ではありません。このままでは敵の包囲網は狭まってゆくばかり。そうなる前に何としても城外への道を切り開く必要があります。何か考えがあるのか。私がしんがりを務めましょう。君は自分を犠牲にして僕たちを逃がすつもりなんだね。しかし他に手はありません。ダメだ、友を置いていくなんて。当然だ。ならば私も言わせてもらいます。私は友のために、大切な友のためにここに残るのですよ。シュゼルト、いや、やはりそんなことは。私は一度しかリオニス城を訪れたことはありません。しかしそれでも分かりました。あの城を落とすのは難儀だと。分かりますか。マシュリー様を救い出すのはモント殿にしかできないのです。
の猶予もありません。早く早くリオニス城へ。手遅れになる前に私のことならば心配ご無用。ホルンとの交渉材料として私を人質にした方がいいことはクーリ殿も分かっているはず。頃合いを見計らって降伏します。本当に大丈夫なのか。はい、分かった。ここを頼む。お任せください。必ず絶対に助けに来る。愚直なる宗師、その凍えし白き牙、鋼さえもたやすく貫くと。誇張に過ぎません。なるほど、やはりあの時我らを襲撃した時には手を抜いていたか。おかしいと思ったのだ。ウェゼットの第一部隊シック、あの程度だと。相手を思いやるその優しさ、嫌いではないが後悔することになるぞ。ご忠告痛み入ります。ではご覧に入れましょう。この過酷な白き牢獄で一人磨き続けてきた葬儀を。リリシュ、私も城内に戻る。シュゼルトがしんがりを務めてくれたからこそ僕らは城外へと突破できた。それを無駄にするのか。でもやめぬか、リリシュ。そなたの気持ちはわかる。だがこれより他に手はなかった。ここに留まっておればまたすぐに包囲されてしまうぞ。わかりました。これから先も我らは冷酷とも思える選択を何度もせねばならないだろう。それがそれこそがリオニス再建の道なのだから。はい、大変追ってがきます。待ちかねたぞ。そろそろ良い頃合いかと思いましてね。どういうことだ。今からではモント様には追いつくことはできません。いかにこの白き大地で育ってきた我らであって。そうか、つまり心置きなく戦えるというわけだな。降伏いたしません。剣を交える前に我が身を差し出すことなどできぬ。それがホルンの矜持だとするならば残念だとしか言えません。マイル。お？ご辛抱ください。お連れしろ。これほどの腕を持ちながらなぜウェズエットなどに。運命を破壊して生きる者もあれば運命に不従せば生きられぬ者もいます。私は後者だということです。こちらへ。
あなたの思惑通りというわけですか。不服かい？いいもの持ってるのに、こんな辺境の城でくすぶってることないだろう。あなたと組む気はありませんよ。なら、ここで雪に埋もれてないわ。あんた、独り身だろ。それが何か。出世したいんなら、私みたいな女をめとることだね。エルデたちを逃がしてしまったそうではないか。どう責任を取るつもりだ。責任取るわけないじゃないの。なんだと。狙い通りだからね。負け惜しみではないのか。あれだけ追い立てたらエルデたちは一目散にウェズエット領から出ていくでしょう。つまりグラセラたちと接触する暇はないってこと。なるほど。それに深追いして兵を消耗させたら領中の反乱に備えられないじゃないの。グラセラ役連どもの反乱は予定通りなのか。ええ、もちろんよ。リオニスの加勢がなければグレンなんて恐るるに足らずでしょ。もちろん私が仕掛けた罠はこれだけじゃないけどね。他に何が。ないしょ。夜明けが楽しみだわ。